はい、酒好きな新潟人のユッキーです。今回は、じゃん、ウイスキーをね、久々に買いました。こちら、デデン、ラフロイグのセレクトカスク。いやー、ちょっとね、これがね、値段定価がね、確か3800円だったんですけど、それを、値引きして、3000円で売られてたんで買いました。まあ、あとこのね、グラスが欲しかった。ラフロイググラス。リッチ&パワフル。スモーキーな味わい。まあ、今までね、ずっとね、ラフロイグのね、10年しか俺飲んだことないんですけど、これのセレクトっていうのはどういう風な味の違いがあるかと。若干安いんですよね。このラフロイグのセレクトはね。強烈なスモーキーにシェリーの甘さが重なった癖にある香味。癖になる香味。あなたは好きになるか嫌いになるか。リッチ&パワフルスモーキーシングルモルト。容量が 700ml で、アルコール度数が 40%。で、原材料がモルト。原産地がスコットランド。王室にも認められた伝統への誇り。まあいいや、ここら辺はどうでもいい。で、グラスがですね、320ml のグラス。らしい。で、開けてみましょう。わか。これはあれだな。ほう、ちょっと細めのタンブラー。これはハイボールに、あれだな。使えるな。氷入れて。ちょうどいいですね。ハイボールグラスとかってちょうどいいぐらいの細めの、若干細いグラス。逆に多すぎるとすぐぬるくなっちゃうけどね。これぐらいのね、ちょっと細いやつがいいんですよ。これはいいグラスだ。ラフロイグ。ラフロイグと書いてあります。ちょうどいい。ちょっとこれ洗ってきましょう。それではね、ラフロイグ、セレクト、飲んでいきましょう。まあ、10年のラフロイグより、味が劣るらしいですけどね。まあ、どれほど劣るのかというね。それを知るために、まあ、購入しました。こんな感じ。こんな感じになってます。コルク。それでは、飲んでいきましょう。乾杯。あ、結構匂いするな。結構匂い強いよ。ちょっと待った。水を飲む。
ん？何が違うんだこれ。ちょっとコクが薄いような気がする。なんとなくコクが若干薄いような気はするけど、わからんな、これな。最近そもそもラフロレグ飲んでないからな。ラフロレグのセレクト。値段がね、アマゾンだと、だいたい、800円ぐらい違いますね。うん。10年と、セレクト。うん。でね、気のせいかね、やけに辛いですね。やけに辛い。で、匂いを嗅ぐと、むせ返るほどの、アルコールの、いや、アルコールっていうか、その、ピートの、いわゆる、セイロガンみたいな香り。が、鼻について、息ができない。うん。鼻が痛い。うん。こんなに辛かったっけなぁ。こんなに辛かったかな。こういうの辛いやつは大体あれなんだよね。ロックとかで飲むのが一番あれなんですよね。辛いんで。でもこんな辛かった覚えはないですけどね。まあやっぱ10年との違いなんでしょうかね。ラフロイグ、セレクトカスク。というのは、シェリーダル、バーボンダル、で、熟成された多彩な原種をバッティング。さらに、アメリカンオークダルで後で熟成させることで、スモーキーな香りと甘美な味わいを実現しました。と書いてあります。それにしてもこんなに、あれかな。鼻がつくほど香り強かったかな。でも確かにあれですね。他のウイスキーとはまるで違う。この、セイロガンピートの効いた味わい。ただコクがあるかって言われると別にないですね。うん、割と軽いっていうか、かなり軽いです。味としては重みがないですね。うん。重みのない味だと思います。まあでも値段10年と800円ぐらい違いますからね。まあこういうのはロックで飲む。と意外と美味しかったりするかもしれない。じゃあ実際にロックで飲んでみよう。実際にロックで飲んでみよう。
普通のラフロイギョか、やっぱり、コクが少ない気はしますけどね。うん。で、乾杯。ほとんど濃くねえや、これ。これダメだな、これ。うん。ロックにするとすごい、その味が顕著にわかるね。ものすごい。味の重みが全くないですね。こう、重厚感というか、ね。そういったその、味の重みみたいな、あれ、はい。やっぱ10年って、やっぱり、寝かせるほどやっぱり、そういうのって出るんですよ。おそらく。うん。このコクというか、味の深みみたいな感じですね。下にこう、どしっと来るような、そういう、ほとんど水ですな、これ。ただ、せいろがを混ぜたに水みたいになってるね。うん。薄い。うん。800円か。800円違う。これはあれだな。軽いな、これな。800円やっぱりあれだよ。10年は800円プラスしてお前買うべきだぜ、これは。うん。もうすごい軽い。ロックにするとね、もうね、もうスススススーっと飲んじゃうレベル。水かなと思う、レベル。もう舌の上をね、スルスルスルーっと入ってくるんですよ。もう何も、もう遮る壁は何もないみたいな感じで。すごいですね。ここまでスルスルと入ってくるかと。ここまでやっぱりさ、10年ってさ、俺昔飲んだけれども、ここまでじゃねえと思うぞ。さすがに。こんな浅はかなもんじゃないで、絶対。これ何が違うのこれ。具体的にセレクトカスクとか何とか言うとるけどさ、これぐっちゃけた話何が違うんだって話よ。普通の人はわからねえね、これ。はぁって。さ、マッサンから入ったさ、にわかのさ、ウイスキーにわかとかさ、絶対わかんねえぞ。確実に。まあでも、ラフロイグのその、上に上がってくるこのラフロイグのこの、セイロガンコみたいな、ブワーって、口の上に、口の、に含んだ後に鼻にこう上がってくる香りみたいなのあるじゃないですか。それが、やっぱりすごいな。改めてこのラフロイグを飲むと、うわ、他のウイスキーなんて、マジで大した香りしてねえんだなっていうのを、分かっちゃうね。ここまで違うと。もう他のウイスキーなんて、足元にも及ばないレベルだよね。このラフロイグのね。で、あと、海水みたいな香り？昆布みたいな、海水のさ、香りっていうかさ、味しょっぱさみたいな。しょっぱさは1ミリもしないですね。いや、1ミリぐらいはするか。1ミリぐらいはするんだけど。あ、ちょっとするか。ちょっとしょっぱさはあるか。
僕が全くないけど、びっくりした。あれだよな。でも香りとかは実にほとんどラフロイグの10年と同じような感じだと思います。あとはやっぱり海水のあのしょっぱさみたいなのと、あとコクですかね。そこら辺がやっぱりその少ないんじゃないかなと僕は思います。本当にロックにするとスルスルスルっと飲めちゃうんで。これはそれだけコクがないっていう、あれですよね。もうほとんど水みたいなんですよ。舌で感じる、ロックにするとね、舌で感じるその、重さみたいなのがない、一切ないですよね。喉まで直行するんですよ。この滑らかな口当たり。これはあれだな。すごいな。ロックにすると1ミリも面白くねえな。ダメだこれ。ロックにしたらもう確実に1ミリも面白くないウイスキーになってしまうね。これはやっぱりトワイスアップとかで飲むべきなんですかね。ちょっとやっぱり、ちょっと水を混ぜるか、もしかストレートか。こんぐらいで割って。あ、薄っ。うっす。うっす。なんだこれ。薄すぎてまともに飲めねえ。ちょっとおかしいな。薄めすぎたか。薄すぎて何も味がしねえ。あ、ダメだ、これ。これダメ。あれだね。トワイスアップで飲んでも、コクが、まるでないのをさらに薄めた感じで、もう飲みやすくなりすぎてる。で、やっぱコクがないな。やっぱり、まるっきり。コクが死んでいる。トワイスアップにしたら完全に、死亡したわ。コク1ミリも残らねえ。ダメだ、これ。うわぁ。香りだけだな。香りだけラフロイグ10年みたいなもんで、10年。香りがね、ラフロイグ10年のまんまぐらいですね。ほぼほぼ変わんないでしょ。変わってないですね。ただやっぱコクが丸っきり落ちてるのと、あと海のような香りというか、塩っ気さ。塩っ気さもまあそんなに感じないですね。まあちょっとあるんだけどな。で、これロックとかにするとすげえ飲めちゃう。トゥワイスアップにしてももう、ほぼ、口当たりは水ですね。
これダメだ、これ。二度と買うか。こんなウイスキー二度と買うかよ。だってさ、ストレートで飲んでもさ、クソみたいなさ、コクもろくにしねえくせしてさ、お前ハイボールとかにさ、ハイボールとかにも、まあ、ハイボールだったらあれなのか。かといって3000円のやつをハイボールにする気にはならない。でもまあ一つ褒められるのとすれば、やはり香りですか。香りは全然衰えてないですね。10年に比べてもほぼほぼ同じでしょ。うん。やっぱでも圧倒的なこのコクのなさみたいなのは、これはありますね。だから軽いの好きな人だったら好きかもしれないですね、これね。これはもう飲み方はもうほとんどストレートしかできないですね、これね。普通のウイスキーだったらトゥワイスアップにして飲むんですけど、トゥワイスアップにしたらもう壊滅的にコクがなさすぎて何も面白くないですからね。1ミリも面白くなくなる。まだロックにした方がマシですね、これ。水で薄めるともう、1ミリもコクがなさすぎて、もう、なんだろう、もう酒かウイスキーなのかどうかすらわからないですね。ほとんど水にね、さっきも言ったけど、せいろが混ぜて飲んでるような感じですね。うん。まあ、とにかく軽いですね。ものすごい軽いということは一つ分かった。ちょっと軽すぎですね、これはね。コクも1ミリもないですね、これは。コクが1ミリ、1ミリもない。甘みはまあ、普通ぐらいじゃねえ。香り、まあ香りはこれはあれですね。香りは褒められる点ですけど。まあこれは買う価値はないでしょう。これ買うならやっぱラフロイグ、800円出したらラフロイグの10年買った方が、よっぽどマシですね。1352です。ご視聴ありがとうございました。